人まで、はい、打ち上げも入れて230、はい、だけど優しめのパー4、私からするとけど5番アイアンでいきます。お5番アイアンでちょっと振って、うん、おりゃって感じでよし頼む。バンカー越えたぐらいか、うんうん、本当におりゃってなってた。そうじゃないと届かない。7番ヤン使います。はい、調子悪いな。バンカー、うん、ダメじゃん。もうやばいよ、これがおかしい。7 多分届かない。私も左。3、あ、バンカー。いらっしゃいませ。全員バンカー。いらっしゃいませ。うまい。うまい。ナイス。オッケー。ナイスです。ちょっと動かすの。普通にペッ。どっちに出すの？どっちでもお見合いですが、こっち側でいい。いいですよ。お願いします。はい、うまい。うまっ。うわっ、ナイス。ナイス。見せ場。すごい。ナイス。見せ場。今日で最後の見せ場。そう。帰ろ。帰っちゃダメ。入りたがるんだよ。うまい。うまい。さすが。早いな、ちょっと上から。一番いいとこだね。あ、そうだね。入んないとおかしいね。そうだよ。そうです、決めて。オッケー。はい。オッケーなんでね。ボギーです。オッケーなんでね。やった。イエーイ、パー。さすが。ナイスパー。嬉しい。見せ場。親顔。純粋に嬉しい。よかったね。パー。やっと取れたもんね。やっと取れた。はい、ナイスボギー。やばいな、私が。あ、そっか、私今のジュンさんの OK しなくて、ジュンさんがもし入らなかったらもっと落書きできるってことだったんか。そうだよ。そうじゃん。もっと落書きできる。打数分線引けることにする。そうじゃん。もう塗りつぶしちゃおうよ。全部真っ黒。可愛くしてよ、せめて。やられる程度。やばいなぁ、マジでやられる可能性ある。もう、受けさせるシャドウ入れちゃう。シャドウ入れてくれる？それ、ひなの野中、椿鬼奴だよ。懐かしいな。ここの、高齢さんのとこも入れて。教えて。あ、宮迫みたいなやつ。
あれね、鼻の穴を塗ってさ、手を伸ばして、いや、パクナイスの顔で後半すごいする辛い。ご飯食べる前に開きますか。辛いけどそれ。もうご飯食べる前の方が面白いんじゃない。しか再生回数上がらんくない。いやでも上がるだけいいじゃん。そうだね。体張り張ってな。負けないけど。お笑い芸人の方ですか。やめろ。ねえ、そんなことしたら彼氏できなくなっちゃう。結婚できなくなっちゃう。急に女出すやん。急に女の子出してくる。怖い怖い。だってさ、名前検索してさ、もし河村かけしてイエーイってゴルフやってるとこ見られたらどう思う？いやでもまあユニークな子でいいんじゃないかな。可愛いなって思う、うん、結婚してくれる？するする、うん、そう、幸せそうだな。適当だな。しないです。しないでしょ、はい、しないです。もっと私がイケメンだったら絶対しないです。私イケメンと結婚したいからダメだ。頑張ってください。はい、結婚願望ってありますか？一応する予定だよ。出た。誰といつ誰とどこで、どこで何がどうした。結婚願望ないんですか？女のとこない。あ、このぐらいまでにはしたいなみたいな、そういうのもない。もう特にない。おなるほど。なんでだろう。まあ 今が充実してるから。あ、ですからね。まあ、いなくてもいいやと、うん、まあ、そうだよね。いつまでにしたい。でも32、3ぐらい。今2や。間違えた。計算間違えた。見たか。34、5ぐらいまで。うん、2年後、うん、そう。今相手いなかったら難しいけどな、それ。違うんだよ。違うな。そう。相手がいるとかいないとか言ってない。それだって結婚相手じゃないから。はい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 。結婚相手を探す。じゃあ今度企画でやろうよ。あ、バチェラー、うん、バチェラー。それなんか前も言ってませんでした、ジュンさんの彼氏候補募ります、ショーとか言ってたのやとか。やりますか、本当にリンゴルバージョンで一回ガチでやってみない。やってほしい。やる、うん、何日か一緒に過ごすの。2ヶ月か、うん、だえー、すごいすぎじゃね。だってさ、バチェラーは2ヶ月で、普通に1泊2日でいいんじゃない。1泊2日で決めんの。ゴルフをやって、ゴルフやって、うん、夜ご飯食べて、うん、イベントでちょっとお酒とか飲んで、あ、はい、ありあり、やばい、行きたい。でも一人に決めなきゃダメ。一人に決めなきゃダメ。それは番組的に連絡先交換は一人みたいな。そう、あ、連絡先交換一人、うん、10人ぐらいダメかな。ダメだね。絞れない多分。ダメです。そんな何人呼ぶんですか。欲張りそうだよね。書類選考あり。あ、そうだね。そう、書類選考ありで、例えばだけど一人じゃん、女の子一人だから、うん、あの男の人3人募集して、へー、したら一組じゃん、うん、ゴルフできるじゃん、うん、それで泊まりでご飯食ってみたいな。行きたい。私も関係ないけど。何度も行きたい。あの見てみたい。後ろの組でラウンドしてる。あしたら6人呼べるじゃん。そうそう。で後ろの人たちはもうみんなジュンさん目当てだから中里どうでもいいみたいな。あ、後ろの人も私目当て。そうそうそう。最初の日はこの3人がジュンちゃんでもあります。で残った3人はごめんなさいちょっと中里どうみたいな感じで。でもさやかちゃんのこと好きになっちゃうかもしれないじゃん、うん、それはあります。嫉妬すんなよそこで。ご飯とか食べるのは別に一人で食べますから。私がカメラで言いますよ。じゃあ俺こっちのカメラってこと、うん、そういうこと。やだな。リンゴル履歴書をね、うん、ちゃんと作って、うん、ベストスコアとかなんかそういろいろ書けるような欄を作って、うん、メンバーコースとか。あ、そう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 。最低。年収。でも大事。大事でも大事だもん。結婚相手だからね。そうですよ。大事。付き合うわけじゃない。そうかそうかそうか。年収と。そうそうです。それさ、多分遠かれでいいんじゃねって言われるんじゃない。遠かれでも嘘ついてるからさ、から。結果の。ね、年収証明書も必要です。厳しいね。ガチですか。サーファイブ。そういうのでね、しっかりフェアウェイキープさせたいね。見せてください。588もあるよ。カイト君の顔が全く映らないです。陰で。
うん、大丈夫。フェアウェイです。フェアウェイ、フェアウェイです。さすがです。全然ですよ。緊張するんだよ、なんか変に。うん、そうだね。いつもと違う感じだから。かつメンバーも慣れてる。慣れてるから逆にちょっとなんかね、負けたくないしね。あとは私、あの芸人さんとか芸能人とコラボしたいな。したいなって。芸人さん行きましょうよ。うん、誰と。例えばナンパしよう。ナンパしよう。藤森さん。あ、いいか。藤森さんとゴルフ。全然。あ、私から。いよいよもう。喋りながら、ね、笑い芸人。かけないようにしたい。はい、ショー完璧。ナイスです。あ、めっちゃ気をつけて言った。まだ触れますよね。そうなんだよね、引っかかっちゃうのが怖くて触れないの。もうビビってます。あ、大丈夫そう。うん、オッケーオッケー。長っ。とりあえずもう、まあ曲がんないでしょ。はい。うわー、すごい。いいとこじゃないでしょうか。ねえ、もうちょっと左行ってほしかった。なんでそういうこと言うの。顔に落書きしたいからだよ。あ、ウッドいいな。あ、そっか、ジュータないのか。もう一回ウッド使います。に言われなくても。じゃあ皆さん覚えておいてください。中里さやかはとりあえず褒めとけば機嫌いいです。7番、7番しかない。7番もうナイスです。まあまあ100、多分70ぐらい。7番アイドルかな。まあ手前にね。あ、埋まった。埋まった。止まった。スタンドでもう一回打っていきます。ぐちょぐちょって足の音がやばい。やばいですよね。あー、飛ばしすぎた。顔が渋い。え、待って、これまだ結構あるよね。あとな、80ぐらいあるでしょ。80か。ピッチングの出番でした。パンチ入んないですね。うまい。大きい。ちょっとちょっと溺れちゃいました。うん、硬いんだよね今日ね。自分が跳ねちゃうんだ。なんか、うん、
ダフっちゃうからしっかり入れようと思ったら短かった。うまい、うま、うま、入れ、うん、ありがとうございます。オッケー。ナイス。うまいね。うま。おいしい。傾斜すごいね。うん。傾斜が飛んだ。やばいじゃん。これさボギー。私はこれを入れないとまた差が出ちゃう。そういうことだね。タッチの感じはプロだけどね、本当に。やばいって今のは。今わざとでしょ。今見た、うん、これ突っかかった。突っかかったの。そんな。オッケー、オッケー。オッケー、オッケー。にしないでくれません。私ダボ。あなたダボ。差が一方的に開いていくよ。今何打差？多分さやしと3、4打差ある。